ました。今日は7月9日の、今は午後ですね。この間できたばっかりのスーパーがあるのでそこに今来ています。まだロックダウンが始まって今第2フェーズっていうところなんで、いろいろとまだ制限がかかっているから、まあ、第2もできない状態なんですけど、まあ、とりあえず買い物はね、あの必要最低限のことなんで、できるようになって、はい、じゃあ入ります。Let's go. Pineapple there.どうした？汁がすごい。ああ垂れちゃってる。垂れちゃった。あこれ何？フレッシュ、あライチーだ。売り方がすげえ。すごい、ね、なんか違うね。なんかこれ何なんだろう？フレッシュデーツ。デーツ。普通のデーツだ。デーツだ。なんかデーツもいろいろ種類がある。チョップとデーツって書いてある。なんかこれ何？なんかアーモンドまぶしてある。あ、カカオとピーカンナッツがついてる。あ、そうなんだ。しゃれてる。しゃれてね。これ、あ、これフィグスだ。はあ、コリアンアップル。あ、これなんだ。ウィンターメロン。ウィンターメロンなんだ。ウィンターメロンだって。すごいね。ウィンターメロン。ああ、5万。シャープキンメロン。意味がわかんない。なんだろうね。これは。それはあれじゃない。なんかシャキシャキするよ。あ。知らない。パパイヤだって。へー。オールドキューパー。あー、こっち食べてるね、オールドキューパーか。なんか炒めたりね。オーガニックブラックチェリーマッシュルーム。こんなの見たことないね。キクラゲ？キクラゲだね。へー、オーガニックなんだ。見たことない、このパック。あ、あれ？これさ、パイナップル。これパイナップル？わ、すごい。これパイナップルじゃない？パイナップルって書いてある。わ、すごい。なんで葉っぱもついてきたの？42リンギ。重いよね、うん、葉っぱの分なんか、うん、なんだろう、あらら、これなんか葉っぱ、ほうれん草じゃないんでしょう。ほうれん草じゃないね、でも炒め物にするの。そうかな、そうっぽいね。あ、これほうれん草だ。なんかレタスっぽいな。地産地消って感じだね。ただ
手なんで作ってるって。木がすごいたくましい。すごいね。それ炒め物に使うんじゃない？炒め物だろうね。これは判断だ。判断って書いてある。小松菜？小松菜それ。小松菜風じゃない？小松菜っぽいね。ね。本当に買っていく？いいよ。使いやすいから。ね、カルト。はい。カルト。ね。あ、すごい。綺麗だね。綺麗だね。まだ新しいから。そういうこと？それ何？ローハンゴー。どうやって食うの？それマッシュルームの類？マッシュルームだ。モンキーフット。見たことない。見たことないね。なんかすごい、白黒で。値段が知れない。これカビじゃないよ。ドライアンドクリザーとタンジェリンってみかんだ。みかんだ。何をかかってんの？皮ごとさ、干してる。うん、皮ごと干してる。すごいね。すごいね。食べたことないからこれ。うん、なんか日本のなんかっぽいね。お寿司屋さんっぽいね。これがオーガニック。いつも食べてるやつだね。そうだね。なんかこういうピーマンが欲しいんだ。あ、ピーマン。うん。ピーマンね、ジャコと一緒に。日本のものがあるよ。このクリップなんだろう。でもココナッツの絵が描いてあったらココナッツじゃない。このクリップだよね。お揚げ、お揚げ、全部とかある。あ、本当だ、全部がある。へぇ、マジで。わぁ、これもガリじゃないの？ガリ、ガリだ。あ、こんなかんぴょうなんてあるよ。え、かんぴょうあんの？え、かんぴょうあんの？うわ、欲しい。最近流行りのこんにゃく。こんにゃく。かんぴょう欲しい。買ってく？買ってこうかな。ぬるいまき7、8本分。キューちゃんとかあるんだ。ほんとだ。これ買ってこう。これなんだろう、栄養に。栄養に。栄養に。なんだそれ。つくだ煮やね。つくだ煮だけど、ね、何が入ってんだろう。ヘルツ、セサミン、シュガー。あ、なんかあれだ。イワシのなんかとか入ってる。ああ。なんかいろいろあったけど、分かんなくなってきた。カリフラワーライスだよ。何それ。なんかカリフラワーをお米の代わりに使ってるやつ。そうなんだ。ライスの代わりに。だから穀物、夜食べたくない人とかはこれで。それになるんだ。そうそうそう、もう売ってるんだ。すごいな、ほら、お酢、カロリー、お酢、カーボ、ハイドレイ、ハイドレイ、ジャン、ジャン、はい。なるほど。
そうタコのマリネみたいな。本当だ。タコわさび。タコわさび？タコわさび。タコわさび。へえ。わさびなんだ。へえ。買ってみる？あ、いいよ。こっちのお弁当もある。あ、本当だ。見たい。あ、さ、餅売ってるよ。うん。でも多すぎる。あ、餅ある。あ、そうか。あ、そうか。うなぎ弁当みたいな。これサバ弁当だな。米粉弁当。へぇー。普通のお弁当じゃん。これ弁当。うん。生姜焼きが。生姜焼き。生姜焼き。へぇー。へぇー。豚肉だ。あー。鶏肉。鶏肉。あー。へぇー。へぇー。美味しそう。どうする？生姜焼き欲しいな。久しぶり食べたいね。ちょっとお弁当とか食べたいよね。食べたい。欲しい。これにする？これどれにする？生姜焼き。これ？これ手前の？それが欲しい。で、1個もらいたいな。はい。ピノ売ってる。あ、ピノ売ってる。納豆追加しておこうか。納豆追加しましょうか。え、パピコ買ってこうかな。パナップまで来るよ。パナップって何？え？パナップ知らないの？知らない。嘘。こういうやつ、こういう長いやつ知らない。そうなんだ、うん、それカナダに来たから。いや、そういうわけじゃないと思う。単純にこれに興味がないんじゃない。え、パナップって有名だよ。そうなんだ、うん、パピコと同じくらい有名だと思ってた。そうなんだ。違うのかな。分かんないけど。パピコいいな。モウとかある。あ、モウが、これモウってさ、結構人気じゃない。人気だよね。なんかちょっと自然派っぽい。うん。揚げ買っておく？小判揚げ、うん、買っておくか。納豆に2つでいい？いいよ。納豆でパピコ買っておこうかな。帰り際に、ね、うん、あれないかな。イギリスの人さ、この辺をガムを買い出すって、うん、必需品っていうか。あ、そうなんだ。心の友みたいな。隔離生活中さ、まあ、この辺がトイックスとかないとちょっとやっていけないとか言って、でもなんか持ってたね。うん。あれないかな。あったあったあった、これすごい。うわー、すげえ。うわー。うわ、何それ。なんかチョコに見えないんだけど。ウィリスカカオ。あ、これオレンジが入ってるんだって。へえー。すごい、入れてるやつが。うん。あ、すごい
種類だね。すごい種類あるね。やっぱでもここはこれじゃないですか。チョコレート好きな人多いもんね。チョコレート好きな人多い。特になんかあエキストラダークってこれでいいな。あ、それ好きなやつじゃない。これエキストラダーク。それ一日何粒も食べるやつ。そう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 。これとこれがね大好き。これにしよう。ミルクホワイト好きだよね。大好き。うん、よし。おお。ヨーグルト。何それ。何それ。ヨーグルトビッツって書いてある。はい。あ、バイツ。何それ。何これ、グルテンフリーとかじゃなくて、何これ。ヨーグルトなの。クランベリーヨーグルトボールだ。へぇ、ヨーグルトのチョコレートみたいな。そうじゃない。それはチョコじゃない。これチョコレートバイツ。うん、これ後ろでもバイツ、ヨーグルトだ。これアプリコット。へぇ、美味しいの。高いけど。高いね、よくなってますね。なんだそれ。めちゃくちゃヨーグルトの味するのかな。わー、それ人気じゃねえの。ねえ、人気だね。ないもん、うん、これかな。北欧なのかな。なんだろう。あ、カナダ。ん、え、カナダだよ。オンタリオだ。あ、そうなんだ。へえ。オンタリオさんです。へえ、見たことない。あ、でもこんなに種類がある。あ、上にもある。あ、やっぱ。ウサミビスケット。それさ、マレーシアのじゃないの？違うの？そうじゃない。うん、ソーセサミ。すっごいセサミだね。ソーセサミって。本当、なんだっけ、日本にもさ、なんかあの、すっごいセサミのやつあるじゃん。ああ、あるある。あの、せんべいでしょ？そう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 。あれに近いのかもしれない。え、なんだこれ。あ、すごい。あ、うん、ゆで卵の卵だ、ね、卵。ボーティー。あ、なにそれ。うん、ボーティー。素敵。ね、これかっこいい。かっこいいね。うん、お腹空いてない。ね、なんか買っ、あ、でもお弁当買ったのか。それがいい。バーベキューフレーバー。それがいいかな。あ、なるよね。うん、それでいいよ。はい。はい。帰りました。あ、俺それ好きなやつだと思う。いや、これ俺が好きなやつだと思う。これすごくない？これ。うん、それすごいね。色が。うん。うん。これ。見てなんかラスワになってるよ。あ、これね。ビエネッタみたいなやつ。うんうんうん。ビエネッタ。ビエネッタって書いてある。みたいなやつじゃん。まんまでしてる。売ってんだ。売ってるね。ユナイテッドキングダムか。イギリスなのこれ。もともとが。うん。ビエネッタだよ。ミント味がいい。うん、いいよ、じゃあ行こうか。うん、じゃあ、会計しましたんで、ちょっと切ります。いいよ。綺麗だね。綺麗。この辺来なかったな。うん。なんかドール以外のパイナップルも食ってみたいなと思うんだけど。ビレッジグローサーでした。今日は7月の11日で、昨日の夜、お隣さんからドリアンをいただきました。突然でびっくりしたんですが多分これオーガニックだよね。オーガニックドリアン
ったと思います。で、今日昨日の夜中多分11時とか10時ぐらいだったから、さすがにその時間帯にドリアンを食べるわけにいかないと思ったんで、まあ、次の日の朝、まあ、今なんですけど、食べようと思ってずっと置いてました。保存の仕方がね、分かんない、ね、1日置いちゃうときとしたら、うん、ね、なんか臭みとか増しちゃうんじゃないかなと思って ね、 匂いはすごいね、あの朝起きたときもね、なんか保存のマイナスドライバーでする保存の仕方知ってたら教えてください。これ、うん、ここ、うん、このここのてっぺんのところをザクってさせて、いや、なんか普通にこうサクってさせてたよ。どれ、で、ここに指突っ込んで、はい、さっぱりしてるね、美味しい、これ後味がこう、うん、スッと綺麗になくなる感じ、うん、これ上品だね、うん、上品なテレビ、上品なのに意味が分からないけど美味しい、もっと欲しい、え、ほんとないの、あれこれもうないの、ちょっと、うっそ、ちょっと欲しいんだけど、若干ありそうに見える、これ、あと 3,4 個食べたい、ということでドリアンでした。